日本が大好きな私は、子供の頃からずっと日本は憧れだったんだ。そして大人になった私は、マレーシアから日本へ令和元年の秋冬頃に YouTuber になりました。住まいの近くが中心だけどね、いろんなところを日本に来て学びました。世界にもいっぱいあるよ。日本にいるとあれもこれも不思議がいっぱいで、実は日本が世界一。看板あるけど、でも人が全然いないんですよ。あ、いったやってるんだ。ただやっぱり人が少ないから、世界一がいっぱいで過去動画で紹介したよ。そこで今回も世界一ではありません。堂々の世界第2位、紹介します。日本に来る前は貧しかったからね、医者に行くって知らないというくらい、いくら具合が悪くても医者には行けなかったんだよ。日本で就職を探してる時に問題が起きたんだよ。マレーシアにいる時代から違和感があったんだ。虫歯、日本での留学経験もない私の就職のお手伝いしてくれていた人が、虫歯治療するために歯医者さんに連れて行ってくれたんだ。治療費も助けてもらいました。はい、来ました。抹茶ソーバーですね。あとこれ醤油、水油と、これは卵ですね。すごいですね。それも手術しなければならないほど悪化していて、大学病院で手術したんだ。日本人が聞いたらびっくりするだろうけど、私の田舎は歯が痛いと全部力づく、抜く。日本の国民皆保険は素晴らしいね。誰もがお医者さんに見てもらえる。世界の常識とは違う。誰でも医者に行けるのいいよね、日本。日本の歯医者さんの数10万人、世界第2位。歯科医の数は6万8000件で、コンビニの数は5万6000件よりも多いんだ。長い。てれれれれ。すごいよね。コンビニは日本にあふれるほどいっぱいあるのに、歯医者さんも大変だよ。日本の薬剤師さんの数23万人、世界第2位。
お薬を医師と薬剤師がダブルチェックする。医薬分業で安全性を担保するんだね。日本と違ってマレーシアは薬は外部にある薬局ではないから、日本でびっくりしたよ。日本の健康寿命は 74.8 歳、世界第2位。悔しいのは長寿。世界一の日本が健康寿命も世界一だといいよね。日本人は平均寿命が男女を合わせるとね、84歳でしょ。健康寿命が74歳だからね。10年間の不健康の期間があることになるんだ。やっぱりみんなが健康だといいよね。とは言ってもね、日本に来ておじいちゃんもおばあちゃんもね、みんな元気だよね。はい、完食です。ごちそうさまです。ちょっとあとでデザート食べたいと思います。過去動画で私の東京のおばあちゃんにテニスを教わった動画、よかったら見てね。これも日本人はびっくりすると思うけどね、マレーシアだと40代だとおばあちゃんってびっくりするでしょ。ごちそうさま、もう完食です。ごちそうさまでした。あ、美味しかった。よし、じゃあちょっとまた回りしましょうか。本当にごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったです。40代でおばあちゃんって、私も小さな子におばあちゃんって呼ばれたことあるんだ。若いママが子供におばあちゃんにバイバイはって。日本みたいに若々しく健康でいようって考える人が少ないんだ。世界の平均健康寿命は63歳なんだ。中央アフリカ共和国だと45歳なんだって。日本は MRI 保有台数約7000台、世界第2位。私は当たり前だけど、人生で初めて日本で MRI に入りました。ちょっと怖かったね。なんかアニメとかの改造手術とか受けそうな研究所みたい。研究所みたいでしょ。ドーナツの穴みたいなところで音もガーッゴーッ。日本の外来受診回数 12.6 回、世界第2位。 OECD によれば日本は年間受診回数は世界2位なんだよ。やっぱり国民皆保険制度が。そしてここまで医療分野で世界2位が多いことに気がつくよね。さすが長寿国。そしてここからあえて世界3位を紹介したいと思います。普段は注目されにくい2位、そして3位にも注目してほしいな。
日本の世界最高の国ランキング世界第3位。文化的影響力や生活の質、市民の金利、ビジネスの開放度など9項目で評価される。日本はインフラや教育のレベルが高く、起業家精神や原動力が高評価なんだよ。日本は世界3位に選ばれたよ。ちなみに1位スイスで、2位カナダに抜かされたんだ。日本の富裕層人口110万人世界3位。世界全体の金融資産100万ドル超の人口は約2210万人なんだ。やっぱりアメリカは圧倒的で、世界中の3分の2がアメリカなんだ。この下の数字を見ると中国と日本、なんかわかるよね。日本の国際競争力は落ちてるとは聞くけど、それでもリスペクトされるべきと思うんだ。日本の成長がガーとかはあるけどね。もちろん世界一は素晴らしいよ。日本にはいっぱい世界一があるよね。だけど2位とか3位、4位、10位とか世界で戦えるレベルのものが多い。総合力で言えば日本には誇れることがいっぱいあるよ。日本人の良いところでもあるけど、謙虚さはグローバルでは通じないこともあるんだ。アピールしていかないと海外では過小評価されてしまうこともある。だからこの素敵な国日本を誇りに思うことは決してつまらない自慢話なんかじゃないよ。私は日本大好き外国人マストラ。最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さよなら。